自由党は、かつて存在した、日本の政党。略称は自由。新聞やメディアでは自由民主党と混同しないよう言うと、記される場合もある。前身は、日本未来の党、生活の党、生活の党と、山本太郎と仲間たち。そのうち、校舎二つもこの記事で取り扱う。2012年12月に、日本未来の党の党名、民主党の小沢グループと、 鳩山グループ、新党絆、国民の生活が第一の出身者を中心に結成され、党シンボルマークも国民の生活が第一のものを引き継いだものが使用されていた。後に2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で政党要件を失ったが、12月26日に無所属の参議院議員である山本太郎が入党し、 政党要件を回復させるとともに、党名を生活の党と山本太郎と仲間たちに改めた。2016年10月12日に生活の党と山本太郎と仲間たちから自由党に政党名を改名する届を総務省に提出した。それに伴いロゴマークや党則も改正した。2019年4月26日に 国民民主党と合併し、解散した。日本未来の党の系譜小沢一郎は民主党内において最大派閥を率いていたが、野田内閣の施策への反対や、党内の権力闘争などの結果、2012年に自派の議員を引き連れて、離党、国民の生活が第一を経て2012年11月28日に設立された日本未来の党に参加する。同党は、 左派新政党の集合体であったが、12月16日の第46回衆議院議員総選挙で議席を61から9に減らす惨敗を起死する。直後、代表の加田幸子と国会議員の大半を占める小沢系議員との対立が激化した。対立は収まらず12月28日、小沢系とそれ以外とで分党することを決めた共同宣言を発表するに至った。 日本未来の党は、清沢家議員を離党させた上で党名を、生活の党に解消し、新代表に森裕子が就任12月28日に総務省へ届け出た。決闘時点で国会議員15人であった。その後、幹事長兼国会対策委員長に鈴木勝正がついた。加だと社民党出身の安倍智子は、文党組織として、 日本未来の党の名称を引き継いだ政治団体、日本未来の党を立ち上げ、国民新党出身の亀井静香は離党した。分裂について、カダは水と油のような異質性が力を発揮できると思ったが、結果的にうまくいかなかったと述べたほか、安倍も成り足り込んだと言い表した。小沢らの動きを党を乗っ取ったと評したメディアもある。なお、こうした経緯により、 政党女性法に基づいて、2013年の政党交付金は生活の党が全額受け取った。2013年1月11日、初の両院議員総会を開催。1月25日には、決闘大会が開かれ、森が代表を辞任。新代表に小沢が選出された。2013年7月21日に行われた第23回参議院。 議員通常選挙に代表代行の森ら現職6名を含む11人の候補者を擁立したが全員落選した。敗因について小沢はメディアが生活の党を積極的に取り上げなかったからだと語った。国会議員は総勢ーンとなる。選挙を受けた党役員人事を8月2日の両院議員総会で決定し幹事長の鈴木が代表代行を兼務。 参議院議員の谷良子を副代表権参議院幹事長などとなった。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では自由民主党に対する批判票が分散することを防ぐために野党各党が選挙区への立候補を融通し合うなど一部で選挙協力が行われた。生活の党では小沢が党所属議員らを集めた会合でみんなの好きなようにしなさい。 生き残れるような道を選びなさいと発言し、他党から衆院選に立候補することを容認した。小沢自ら民主党代表代行、岡田克也と会談して、合意形成したことから、総選挙後の野党再編を睨んだ動きとも見られた。その後、小沢の右腕とされていた鈴木勝政と小宮山康子が離党して、民主党へ復党したほか、党員の一部は維新の党へも移籍した。 鈴木の公認の代表代行には、前職の森が復帰、幹事長職は一時空席とし、小宮山の務めていた、選挙対策委員長は小沢が自ら兼任することとなった。総選挙の結果は、鈴木と小宮山はいずれも当選したものの、生活の党で当選したのは、代表の小沢と野党統一候補として他党から枠を譲られた玉木、ベニーの2名に留まった。 国会議員は総勢4人に止まり、また、得票率も2%に満たなかったために、投開票日の12月14日に公職選挙法による政党要件を失った。12月26日、無所属の参議院議員、山本太郎が入党し、国会議員が5人となったために、政党要件を回復し、名称を生活の党と、 山本太郎と仲間たちに解消した。なお、これに先立つ12月15日には、山本の公設秘書、旗智子を代表とする別の政治団体、山本太郎と仲間たちの設立が届け出され、名目上は、生活の党と山本太郎と仲間たちが合流してできた新党という形をとる。旗は、生活の党と、 山本太郎と仲間たちの設立が報道された後の27日に2016年の参議院選挙には山本太郎と仲間たちが比例候補を擁立すると表明していた。生活の党と山本太郎と仲間たち時代のロゴマーク2015年1月27日に記者会見を行い小沢一郎と山本太郎の2名が共同代表に就任すると発表した。 法律では届け出る政党の名称や略称に代表者の氏名を類推させる表現の使用を禁じているが総務省の届出上は政党の代表者は小沢のみであるため山本が共同代表を務める政党の名前に山本太郎が入っていても問題はない国政選挙の比例では山本太郎という記載が有効票になる見込み副代表には朱浜良 谷良子の2名が選任され、政策審議会長を山本が、選挙対策委員長を小沢が、幹事長と国会対策委員長を玉木が兼任することとなった。2016年2月2日、国会内で両院議員総会を開き、1月末で代表人気満了となった小沢の無投票再選を決定した。山本との共同代表制は継続された。 2015年8月の平和安全法制審議以降、左派系野党による国会活動の協力が進められ、生活の党と山本太郎と仲間たちも一角として加わる。2016年2月19日、民主党、維新の党、日本共産党、社会民主党とのご党で平和安全法制の廃止や国政選挙での協力などを合意した。以降、 8月までに大規模な選挙が連続して行われ、いずれも共産、社民、民進の各党との連携下による共闘が行われた。7月10日実施の第24回参議院議員、通常選挙では野党4党間で参議院一陸の候補者調整が行われ、生活の党と山本太郎と仲間たち席を持つ森と木戸口英二がそれぞれ新潟選挙区と岩手選挙区から、 統一候補として無所属で出馬した。一方、社民党と共に検討していた参議院比例区の統一名簿構想は民進党側が時間的、物理的に困難という理由で断ったため頓挫し、結局比例区には生活の党と山本太郎と仲間たち単独で5名の公認候補者を擁立した。結果、選挙区では森と木戸口が共に勝利、比例区では 滑り込みで一議席を獲得し、木戸口が正式に入党したことにより、所属国会議員6人となり、政党要件を維持した。7月26日には、社民党との参議院統一会派、希望の会の結成を参議院事務局に届け出た。10月2日、小沢は、記者会見で次の衆議院選挙に向けて、透明や組織体制を見直し、 抜本的に党自体をリニューアルして再スタートする旨を発表した。10月12日、記者会見で政党名を生活の党と山本太郎と仲間たちから自由党に変更することを発表。今後の党の方針について野党の中で保守の支援を得られる政党がなかなか見当たらない。保守の票を獲得しなければ政権を取れない。山本は自由党に席を置いたままで。 自身の政治団体、山本太郎と仲間たちから、次期衆院選では比例東京ブロックに候補を擁立する構えであった。この処置について、小沢は山本氏のファンの票を別に獲得するための措置と語っている。自由党は、かつて新進党消滅後の1998年から、民吉合併まで小沢が党首を務めていた透明である。 報道によるとこの透明変更により保守系の民進党支持者の間でも自由党になったから小沢さんを支持するといった動きが出てきたという。なお、透明変更の際にイメージカラーをそれまでの緑から青に変更している。10月23日実施の衆院補選でも4党の枠組みで臨んだが、いずれも与党系候補が当選した。その後大森が復党し、 所属国会議員は6人となった。第48回衆議院議員総選挙では、自公連立政権に対抗する野党勢力の結集を目的に、民進党や希望の党と会談し、野党結集のため公認候補は出さず、自由党所属の候補者は4人が希望の党、3人が立憲民主党に移籍し、現職の小沢と玉木、 新人の鈴木マリコの3人が党籍を残したまま、無所属で立候補。山本も自身の政治団体からは、候補者を擁立しなかった。結果は党籍を残したまま無所属で立候補した、現職の小沢と玉木が当選し、第195回特別国会の段階で、党所属議員が6名となったため、政党要件を維持することとなった。2018年8月、 沖縄県知事であった、オナガ有が死去し、これに伴う沖縄県知事選挙が9月30日投開票で行われることとなったが、オナガを支持した、オール沖縄陣営が、オナガの後継者として、玉城デニーを押す動きが起き、玉城もオール、沖縄側の要請を受け入れて、立候補を表明。9月13日の公示に伴い玉城は、同選挙に立候補を届け出たため、 衆議院議員を退職した。これにより、衆議院での同党の会派、自由党は、所属議員二人以上とされる、会派要件を失い、この時点で、同党所属として、唯一衆議院で議席を得ている小沢は一時的に、無所属となった。9月20日には、前年衆院選の際に、立憲民主党に移籍し当選していた、日吉優太が、自由党会派を復活させるためとして、 立憲民主党に離党届を提出し、その後10月18日に離党届が受理され、同日に日吉は自由党に入党。衆議院会派、自由党が再び結成された。10月23日に玉木の公認人事として、党幹事長に森国会対策委員長に日吉がついた。10月、フランスの人民共和連合党首と、 国際情勢にまつわる意見交換が行われた。二千十九年一月二十二日、代表の小沢が国民民主党代表の玉木祐一郎と会談し、両党を合流させる方針であると報じられた。同月二十四日、玉木、小沢両代表が会談し、衆参両院での国民との統一会派結成について合意し、同日国民側の両院議員総会でも了承されたことから、 統一会派を結成した。同年の第19回統一地方選挙に向けては、4月7日投開票の2019年、北海道知事選挙では、立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党とともに、元衆議院議員でかつて小沢の秘書を務めていた、石川智弘を推薦したが、自民党、公明党、新党大地が推薦した、元夕張市長の鈴木直道に敗れた。 また、4月10日には、党共同代表の山本太郎が、統一選後の4月下旬に自由党を離党する意向を表明し、同時に政治団体、令和新選組の設立を発表した。また、4月21日党開票の衆議院議員、沖縄参加補欠選挙に、同区支部長の野良朝弘が無所属で出馬し、当選を果たした。国民民主党との合併をめぐっては、 自由党は4月8日に小沢代表に対応を一任することを決定。国民民主党は4月26日未明に両院議員総会を開き、賛成多数で自由党との合併を了承した。同日、合併手続きを行い、山本太郎を除く6人の自由党衆参両院議員は国民民主党に入党し、自由党は総務省に解散を届け出た。 5月19日には自由党岩手県連も総務会を行い県連の解散と国民民主党岩手県連への合流方針を合意した。かつて民主党から分裂した国民の生活が大事の系譜を継ぐ政党が民主党の法的な後継政党である国民民主党に事実上復帰する形となった。回答後の9月には自由党が受け取った約9億6千万円の 政党交付金が東京都内の政治団体国民生活会議に寄付されていたことが判明している。この政治団体は小沢に近い元参院議員が代表を務める小沢の政治塾開催に関わった政治団体と同じビルの同室に入居しているが小沢事務所側は小沢氏とは関係のない政治団体と述べている。出展、生活の党へ、透明変更前の役員。 歴代代表については、日本未来の党役職を参照。2019年4月24日、現在、所属国会議員数7名、森裕子は、生活の党籍を持ったまま、2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、野党統一候補として、新潟県選挙区から無所属で立候補し当選したが、当選後、会派には属さずに無所属で活動した。 その後、2016年11月5日、自由党新潟県総支部連合会、拡大幹事会で自由党所属が承認された。ありがとうございます。